皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。最近、日本政府、そして地方行政ともに、私たち日本人にとってのっぴきならないような、とても感化できないような政策がどん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 進められていっているように感じております。今回は、雪橋市議会議員の小坪晋也さんのブログをご紹介したいと思います。 小坪さんのブログはとても長いので、一回で読み切れるかどうかはわからないのですが、トライしてみたいと思います。タイトルは、衝撃、大阪府、市と武漢、湖北省、パートナーシップ校提携に関する覚書、カ MOU、とを締結します、と発表。一度一体にも言及、執行させるために私たちができること、 という2022年5月10日の記事です。こちらは小坪さんの承諾を得て朗読させていただきます。それでは始めます。中国の大阪への進出。新型コロナで話題になった武漢。コロナで深刻な被害を受けた大阪。大阪の公安局が武漢とパートナーシップ校提携。悪いジョークと思うかもしれません。 計画しているという段階ではなく、すでに締結したという報告です。ネットには審議不明の会場法も飛び交いますが、本校を書いている私は現職の地方議員であり、確認しました。すでに大阪府のホームページにも掲載済み、各こ閉じ。実際に当事者も声を上げており、西村光大阪府議、 彼は西村慎吾先生のご指摘ですが、先ほど大阪公安局から経緯の説明を受けましたが、全く納得がいかない。という発言が資料とともにツイート。大阪公安局とは、ある意味では、渡航想を体現した組織です。大阪公安の複数校の公安業務を所掌する大阪府と大阪市の内部,内部組織を統合し、 大阪府と大阪市が共同設置する部局。今、ネットでは、維新か反維新という軸で話した方が拡散されるのでしょう。都構想の狙いは中国への身売りだった、など、です。ですが、もはや次元の話であり、港湾、つまり航路に関しては、全国が影響を受けてくる話です。これは、関西という一地方の話で論じるべきではありません。 武漢は新型コロナで有名になりましたが、その実態は中国の工業地帯の一大集積地です。日系企業も多数進出しています。ここと大阪港が深く連携するとなると、影響は大阪のみにとどまりません。しかも関連資料には、一帯一路連通提携プロジェクトという記事まであります。 本校では大阪府及び大阪市が締結した中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書 MOU における提携事項を正確に紹介します。関連ホームページにおいてはポストコロナを見据えた括弧中略のビジネスの一助とあり締結はされたが 実体経済に影響を与えてくるのはこれからです。かつ、本 MOU は提携の終了を求めることができることに力点を置いて紹介します。これは単なる政党間のネタにするには大きすぎる話で、初期の焦点がずれれば本当にやばいことになってしまう。どの自治体のどのセクションが何を締結し、その反対にはどのポジションの議員にどのように要請すべきかを 具体的に説明します。長文です。とても大切なことが書いてあります。MOU とは何か M&A の話をせねばなりません。ある意味では業界用語だからです。今回の件は大阪府、大阪市の港湾を中国に売り飛ばすなどの M&A ではありません。が、MOU がそういう業界の言葉でもあり、かつ 経済界も含めての議論になりますから、その点を踏まえて深刻に定義します。MOU とは法的拘束力を持たない契約ともいえ、例えば M&A において買い手と売り手双方の了解事項を記載する文書を指します。基本合意書や了解覚書と訳されます。M&A において双方が合意を得るためのメモであり、 全工程の中で、初期段階で交わされることが多く、大まかな方向性を相互に確認し、合意することを目的に作成されます。法的拘束力を持たないとはいえ、記載内容によっては、相互に拘束力を発揮する場合もあります。ゆえに、中身が重要になってきます。第1条、定型の目的。第2条、定型事項。第3条、 提携事項に関する協議、第4条、連絡窓口の設置、第5条、その他、それぞれ短いですが、方向性を定めるという意味では、一言一句が重要です。かつ、提携の終了を求める場合と執行についても規定されています。次に、提携した大阪公安局とは何かを解説します。大阪の議員たち、 大阪府議会議員西村光なんじゃこりゃ、武漢侵攻とパートナー校提携深くにも見過ごしていました。てかメールが一通届いていただけ。先ほど大阪公安局から経緯の説明を受けましたが、全く納得がいかない。また関連ページにある一帯一路連通提携プロジェクトって何これ引き続き確認します。 というツイートが5月10日午後6時39分になされています。泉南市議の添田しおり議員。私に連絡を取ってくれたのは添田さんでした。ありがとうございます。添田しおりさんのツイートです。中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書を締結します大阪府、勝手に何やってくれてるんだ即刻締結解除をお願いいたします。 そして、西村光さんの先ほどのツイートを紹介しています。それを敬愛する作家、百田直樹先生が引用してくれました。私自身、実は永遠のゼロのファンです。そして、百田直樹先生のツイートを紹介しています。大阪公安局というのは、令和2年に大阪市と大大阪府の公安を統合して作った組織みたいやね。それが早速中国と提携か。 大阪と構想と狙いはやはり中国とのより深い連携かと勘ぐってしまうよね。そして先ほどの添田しおりさんのツイートを紹介しています。ありがとうございます。大阪公安局と構想の先取り百田さんが指摘しているように大阪府の公安局と大阪市の公安局の業務を統合した 部局です。まず日付から2020年10月1日に発足したもの。この日付は重要です。2度目の住民投票、具体的には政令指定都市の大阪市を廃止して4つの特別区に再編するいわゆる大阪都構想が僅差ではありますが反対多数となり否決されました。この住民投票の告示日は2020年10月12日、 投票日は2020年11月1日でした。私も現場に入り反対活動を行いました。これは住民投票の直前に都構想を先取りしたような制度なのです。とはいえ、2019年12月に大阪府議会と大阪市議会で大阪公安局の設置議案が可決されたものであり、2度目の住民投票と日程が近くなったことは偶然とも言えるかもしれません。 いずれにせよ、一度目の住民投票も否決された状況であり、どうにかこうにかと構想的なものを、民意を無視して作り上げようとした存在、そういう指摘はできると思います。では、大阪府と大阪市、連携して何の業務を行うのか、読む人が読めば、怖いですよ。 大阪港湾の複数校の港湾業務を所掌する大阪府と大阪市の内部組織を統合し、大阪府と大阪市が共同設置する部局です。所掌範囲が広いのです。恐ろしく。そして大阪港湾局の所轄区域の図が載っております。大阪港、堺泉北港、阪南港、 西木港、泉州港、泉佐野港、尾崎港、丹和港、府家港。所蔵範囲、泉州港は関西国際空港の港湾、阪南港は港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港、各喫水の深い船舶が出入できる港、または外国船舶が常時出入する港、各個閉。 堺泉北港は港湾法上の国際拠点港湾に指定。大阪港は日本の主要な国際貿易港、5個五大港の一つでスーパー中継港湾の指定を神戸港とともに受けている。港湾法上の国際戦略港湾である。港湾管理者は大阪市であるが、2020年10月1日から港湾管理者は大阪市のまま、 大阪市と大阪府が共同設置した大阪港湾局の所轄となった「泉佐の尾崎丹羽府警」家については漁港がメインと思われ本校では解説しません閉じ「ここが武漢と深く深く連結されればどうなるか分かりますかしかも資料には一帯一路連通提携プロジェクトとまであります。 日系企業が進出している武漢、ここと大阪の港湾軍が深く連結されるということは、日本列島そのものが一帯一路になるということとどう違うというのでしょうか。覚書 MOU 報道資料。長文読解に慣れていない方もいると思いますが、大切なことですからきちんとソースを示しつつ進めます。正確に述べますが、これは 大阪府と大阪市のホームページに掲載されているものです。民間発信ではなく自治体からの公式発表です。大阪府と大阪市の報道資料に様々なヒントがあるように感じました。大阪府による報道資料、代表連絡先は大阪港湾局、大阪港湾局事業戦略課、 ダイヤルイン番号0666157790メールアドレス na0029 アットマークシティ大阪 .lg.jp です。このホームページの内容です。中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書 MOU を締結します。提供日 2021年12月13日提供時間14時0分内容大阪港湾局は令和3年12月16日木曜日に中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書 MOU を締結します今回は令和3年11月に武漢振興管理委員会から大阪港湾局へ 協力関係の構築について打診があり、覚書きを締結するもので、これにより中国内陸部の水運と鉄道輸送の結節点である武漢港との関係が深まり、大阪港及び大阪府営港湾の構成拡大も期待することができます。新型コロナウイルス感染症の影響下で一堂に会することが難しい状況であるため、 相互訪問などの港間の交流は新型コロナウイルス感染症の収束後に実施することとし、締結式もオンラインで行います。大阪港湾局では今後もアジアにおける大阪港、大阪府営港湾の存在を高め、構成拡大につながるようにアジア諸港との新たな交流を進めてまいります。覚書締結式。 開催日時、令和3年12月16日木曜日15時から、開催場所、ウェブによるオンライン開催。出席予定者、武漢、振興管理委員会、ウーハン、ニューポートアドミニストレーションコミッティ、主任、張林、大阪公安局長、田中俊光。覚書の内容、別添え、 大阪公安局と武漢振興管理委員会のパートナーシップ行提携に関する覚書案の通りその他一つこの覚書締結式は湖北省人民政府日本国際貿易促進協会主催2021中国湖北日本経済貿易協力説明会において行います一つ 本市の締結式の出席予定者は、上記説明会会場であるアルカディア市ヶ谷、カッ東京都千代田区、九段北4-25 2カッコ都からオンラインで参加します。取材を希望される場合は、令和3年12月14日火曜日17時までに、大阪港湾局計画整備部事業戦略課、 0666157764へご連絡ください。一つ、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点からマスクを着用し、当日に発熱などの症状がある方は取材をご遠慮ください。一つ、一般の方の参加はできません。国連では2030年までの開発目標として持続可能な開発目標 SDGs が 2015年9月に策定されました。大阪府では SDGs の推進を図り SDGs 先進都市を目指しており、本取り組みは SDGs に掲げる17のコールのうち以下のコールの達成に寄与するものです。出展大阪府大阪府発表大阪公安局と武漢振興管理委員会のパートナーシップ締結に関する覚書 あこちら、ローディングが長いので、後に回します。とりあえず飛ばします。続いて、大阪市の発表です。中国の武漢振興管理委員会とのパートナーシップ校提携に関する覚書、MOU の締結について、中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書、MOU を締結します。大阪公安局は、 令和3年12月16日木曜日に中国の武漢振興管理委員会とパートナーシップ校提携に関する覚書 MOU を締結します。今回は令和3年11月に武漢振興管理委員会から大阪港湾局へ協力関係の構築について打診があり覚書を締結するものでこれにより中国内陸部の水運と鉄道輸送の 結節点である武漢港との関連が深まり、大阪港及び大阪府へ港湾の構成拡大も期待することができます。新型コロナウイルス感染症の影響下で一堂に会することが難しい状況であるため、相互訪問などの港間の交流は、新型コロナウイルス感染症の収束後に実施することとし、締結式もオンラインで行います。 大阪港湾局では今後もアジアにおける大阪港・大阪府へ港湾の存在を高め公正拡大につながるようにアジア諸港との新たな交流を進めてまいります。覚書締結日令和3年12月16日木曜日覚書締結先名称武漢振興管理委員会ウーハンニューポートアドミニストレーションコミッティ代表者主任長林 覚書の内容。別添大阪公安局と武漢振興管理委員会のパートナーシップ校提携に関する覚書。案の通り。出典、大阪市。こちらは同様の文章です。大阪市発表。大阪公安局と武漢振興管理委員会のパートナーシップ校提携に関する覚書。案。 大阪公安局と武漢振興管理委員会のパートナーシップ校提携に関する覚書案大阪公安局と武漢振興管理委員会、かっこ以下両者というは、互恵関係に基づき、両者の管理する公安、かっこ以下両公安という各個閉じ、管の交流を促進させ、 両者の相互理解と長期的な協力関係の構築を図るため、次の通りパートナーシップ校として連携することをここに確認する。第一条、提携の目的。本覚書は、両公安の安定生活、持続可能な発展を共同で促進することを目的とし、両者は本覚書に基づき、両公安における人流、物流、 高炉及びその他の側面において相互協力を進め、相互利益の実現に努めることとする。第二条、提携事項。本覚書による提携事項は、義務や制限、法的拘束力を持たないこととするが、両者は次の通り、審議に従い誠実に取り組まなければならない。一、両者は便利で良質なサービスを提供するために、良好湾間の 公路の開通と運営を積極的に推進する。2、両者は公安、両公安の開運に関する情報の交換を行う。3、両者は人員の交流と総合訪問の強化に努め、公安における人材の育成に努力する。4、その他の事項は社会状況の変化と実際の必要性に応じて、両者、点々。そして次の資料です。 2021年中国湖北日本経済貿易協力説明会2021年12月16日木曜日15時から17時東京会場アルカディア市ヶ谷次第主催者挨拶状況紹介王駐輪湖北省人民政府省長河野洋平日本国際貿易促進協会会長に来賓挨拶中国中日本 日本国大使館。日本国中中国大使館。3、プロジェクト紹介調印式。武漢振興管理委員会よりプロジェクト紹介調印。プロジェクト名。中国古北。日本関西の1000回連絡輸送。一帯一路流通提携プロジェクト。4、経済協力プロモーション。 一つ、広告省内の市、州、開発区の経済協力プロモーションに企業からの発信。2021年11月19日現在作成。という資料です。これらを執行させる方法については長くなりましたので、次の動画で朗読したいと思います。地名など読み間違いがあったかもしれませんが、ご容赦ください。 そして私のイントネーションが気になる人はごめんなさい。治んないのでよろしくお願いします。それではまたありがとうございました。